砂糖混ぜたタレを団子につけ、焼いてはタレをつけ、焼いてはタレをつけ、細い匂いの香ばしいこと、そこらぶじゅう、よか、にえがしもんの、にえちゅうとは、よい匂いのこじゃしと、しんこ団子は、いけなこっかできた炭素かい。むかーし、日吉郷に、有名な新古院というお寺がいました。新古院は1386年関奥新領地お坊さんが草群の小屋を建て、新古院に名前を付けお城を拝見した。廃仏毀釈院までは各地から参拝者が参るほどよかお寺でした。廃仏毀釈とはお寺やら非仏閣関連のものな、焼いたり壊したりすっこっちゃしたと、そういうな時期が日本にありましたと。関奥師匠は今そけてきましたどん。伊集院島津県住所で、後の伊集院明院寺の住僧じゃった時期もありました。その頃日本のあっちこっちで名秘人の後輸送しちゃいました。薩摩国も似たようなもんで、日吉郷でもゆっさがいもした。ゆっさがはいまれば農作物じゃ荒らされ取られたりしました。お百姓さんたちは外へ出込むできもはん。ある年は大飢餓に見舞われ、お百姓さんたちは不本もなかじ、で苦し疲れ、生き力もなかごないもした。新婚のお嬢さんな意見かせんといかん、一般暮らしたお百姓さんたちゃ、ないもつもなくお百姓さんたちゃ、意見すれば助けがなどかいち、いんも歓迎ちょやした。ある日田んぼあぜ道あるごったや落ち穂が目につきやした。お嬢さんがほらもったいなかち言うながら落ち穂を拾い集め、我が家へ戻も戻やした。今おちごでないか作りがならんのかい、米じゃってないかでくいはっじゃが、じゃじゃおないし見ればいきゃんのかい、言うながらおちごを落とせ、こないせみっとまぜよかあかたさえし、まるしてから竹にさせ、醤油をつけ、焼きゃした。まこてうまかごあったもんやんで、百姓さんたち、ごちそうするかいちょもやした。まあ、そんにえんよかっこ、そこらごじゅう、よかしょいのにえがしもした。おい、みんな集まれん、集まらんか。こや、いけんじゃどかいね。おちぼを集め、つくみたが。まあまあ、そんうん、まかこ。お百姓さんたちは、ほらうまか、ほらうまか、うまかちゅうながらくやった。お嬢さん、こやなんちゅう女、うまこてとうまかもんじゃ、ぐちぐちに尋ねやった。ないも関係ちゅらかったお嬢さんが困って、とっさに、新子団子ちゅうもんじゃちゅ答えやした。それか、こまるか。もぞか、だんごご兄弟のごちょ、しんごだんごち、よんごないもした。今でもみなさが、うん、まか、うん、まかきたもいや、しんごだんごは、こげんし、生まれたちうぼちゃんさ。今も、しんごだんごの生まれたちとして、ひおきしの、おうぎゅうちゅうとこい、しんごいがとがのぼちゅうもんさ。鹿児島市には、石橋公園近くに、病気の不妊であった新婚の跡が残っちゃう中古じゃんさ。皆さんも時間があればきっと訪ねみやったもんせ。おしまい。